自由人会社人トップの横顔、天満屋の斉藤和義社長の横顔に迫ります。今からその目標に向かって一年一年積み上げていきたいな。天満屋は1829年に現在の岡山市東区西大寺に小間物店として誕生しました。創業から200年近い歴史ある百貨店で、現在岡山県、広島県、鳥取県に5店舗を展開しています。地域社会への貢献を企業理念とし、豊かな暮らしの実現のため顧客のニーズに応え信頼される店舗作りに取り組んでいます。もともとは1829年ですから江戸時代からのスタートですよね、はい、来年が創業195年になりまして、はいはい、ですからその5年後が節目の200年になるんですね、うん、ただその200年というのを、グループ全体でしっかり取り組みたいなと思ってますので、もう今年から周年プロジェクトっていうのを実は立ち上げまして、はい、今からその目標に向かって一年一年積み上げていきたいなっていうふうに思ってます。その前にですね、はい、実は再来年が、百貨店になって100年になるんですね、はい、それも周年だと思ってます。でその時にですね、天満屋の過去、現在、未来をですね、しっかり勉強する意味で若手社員中心のプロジェクトもスタートさせてまして、はい、合わせて、その200周年に向かっていきたいなと思っています。その天満屋の強みというのはどんなところだと思いますか？やはり我々グループが36社ありまして、それが強みだというふうに思っています。はい、百貨店や食品スーパー加えて、例えば観光でありますとか警備、物流、人材サービス、それから ICT 事業など多岐にわたる業種業態を持っていることで、いろいろ地域の皆さんには貢献できる機会が多いんではないかなというふうに思っています。百貨店100周年プロジェクトの森さんに一押しを伺いました。天満屋は再来年3月に百貨店に業態変換して100周年を迎えます。その節目に向けて天満屋の各店さまざまな部署から若手社員20名が任命され、百貨店100周年プロジェクトが始動しました。天満屋の過去現在をしっかり勉強し、私たちが未来を描きます。トップとしてはどんなことを大切にされていますか？常に変化することが大事だなというふうに思っているんですね。不益流行っていう言葉ありますけれども、変えるべきものは変えていかないといけない。ただ同じことをやるにしても、やはりそこに改善点ですとか何か工夫が必要だと思ってます。でもし変えるか変えないか本当に判断に迷った時は、あえて変えるっていう方を選択したいなっていうふうに思ってます、はい、企業理念として地域への貢献というのを挙げられていますけれども、はい、取り組みはどんなことをされているんでしょうか？はい、9月には高橋様と、それから11月には茨城様と包括連携協定を結ばせていただきまして、他の自治体様ともぜひ協力させていただきたいなというふうに思ってるんですね、はい、我々やっぱり百貨店のおもてなしのサービスが、大事だと思ってますし、それが強みだと思ってますので、それをですね、使った、それぞれの自治体の皆様に対してのサービスレベルをアップする研修なども用意してます。それからさらに言うと、人材の派遣も積極的に行っていきたいと思ってますので、先日の茨城様には早速、こちらから1名社員を派遣させていただきました、はいはい、やっぱり都市部でこうやっていくのと地域、この地方でやっていくっていうのでは違うものなんですかね？そうですね、やはり都心の百貨店とは違いまして、やはりどれだけ地域に根ざしていけるかっていうところが大事かなっていうふうに思ってるんですね。そういった意味では新しい地方百貨店の像をぜひ作りたいなと思ってまして、はい、言ってしまえば例えば地域商社というようなイメージ、さらに言うと、ホスピタリティ、おもてなしがあふれた地域商社っていうのをぜひ作っていきたいなっていうふうに思っています。地域連携推進担当の余財さんに一押しを伺いました。
来春より東京にある鳥取岡山のアンテナショップを天満屋が運営させていただくことになりました。両県の魅力をもっともっと発信できるアンテナショップを作っていきたいと思います。頑張ります。それでは斉藤社長流、元気な会社を作るコツとは。はい、笑顔です。私たちの仕事というのは地域のお客様にどれだけ幸せになっていただけるかに尽きると思うんですね。はい、そのバロメーターがお客様の笑顔であり、一緒に働く同僚の笑顔でもあると思います。そして自分自身が笑顔になることで、お客様を幸せにするその活力になるのではないかなというふうに思いましたので、笑顔にさせてもらいました。